久しぶりっすよね、僕。そうなんですよ。残念ながらね、女の子じゃないっていう。すいません、いや、もうそんなん気にしないです。ビズ TV に出れるってことです。ありがとうございます。はい、日々、今年は女性ばっかりなんですけど、すいません。いいえ、ありがとうございます。まず、初男性インタビューは。初男性インタビューは、ね。お願いします、はい。まず、ご自身の今日のピッチング、何点ですか？いや、もう100点ですね。あ、はい、もう100点、もう、はい、どこも悪いところもなく。まあ、細かいことを言えば、やっぱ少し、こうしてたらなとかいうところはあると思いますけど、うん、まあ、全体をトータルで見たときにはもう今日はもう自分の力すべて出し切ったと思います。さっきも球数がちょっと多かったなっていう話もあったんですけど、はいはい、9回って行きたかったんじゃないですか？どうですか？いや、そうですね、まあ、でも本当にもう今日は自分の持ってる力、もう体力もすべてもう使い果たしたと思うので、うん、まあ、そこで9回行けって言われてたらまた気持ち上げていってたと思いますけど、やっぱりあそこは平野さんで行くことが一番ベストだと思いました、はい。打つ方は中島選手のホームラン見ててどう思いました？いや、もう本当打った瞬間に行ったなっていう感じだったので、はい、まあ、最近結構先に点を与えてしまうことが多かったので先に点を取っていただいて本当すごい楽に投げれました。何か首脳陣から試合終了後声はかけられました？まあまあ、ナイスピーチっていうことは言っていただいて、まあ、ホームで勝ったのが久しぶりだったので、まあ、すごい新鮮で嬉しかったですね。次ローテーションでいくとおそらくセリーグの本拠地だと思うんですけれども、はいはい、打つ方はいかがでしょうか？目をつぶってくださいどうですか、その意気込み的な何打数、何打数？いや、そうですね、まあ、ディクソンが、ね、はい、そうですよね、かなり打ってましたし、はい、まあ、東明さんもヒット打ってましたし、うん、まあ、同じピッチャーとしてやっぱ負けたくないんで、まあ、内野安打でも何でもいいんでなんとかヒット1本打ちたいなと思います。ホームランでは？いや、ホームランはそんなよく言えないです、はい、そうですか、はい、次も期待してます。はい、ありがとうございます、はい、最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今日も応援ありがとうございました。次も勝てるようにしっかり準備していいパフォーマンスできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。